サリドマイドの R 体と S 体ラセミ体とは立体化学の用語でキラル化合物の2種類の共造異性体が同量存在することにより先行性を示さなくなった状態の化合物のこと。日本語のラセミ体はラセミ混合物を表す場合とラセミ化合物を表す場合とがある。キラル化合物の2つのエナンチオマーをそれぞれ R 体及び S 体とするとラセミ混合物とは R 体と S 体等、トウモルリを混合したもののことであり、ラセミ化合物とは、R 体と S 体の分子が、分子間力や、水素結合などの分子間相互作用により1、1、あるいは、N、N の数比で作った、解合体のことである。ラセミ体では、各分子の先行性が互いに打ち消し合い、観測されなくなる。エナンチオマーの先行度が小さすぎて観測できなければ、 先行度測定による、ラセミ体の判定はできないが、その場合でも R 体と S 体を混合すれば、有点の変化は観測できる。先行分散、円二色性の測定により光学活性が明らかになることもある。ラセミ混合物を結晶化すると、R 体、または S 体のみの結晶よりも、両者が1、1で体を形成したラセミ結晶が積出しやすい。これは、 R 体と S 体が相補的に充填されるため、より高密度で安定な結晶となるためであり、この現象は、オットーバラッハにちなみバラッハ速と呼ばれる。ラセミカとは、何らかの化学反応により、キラル化合物の共造体化上率が低下して、ラセミ体に近づく、あるいは最終的に、ラセミ体になる現象のことである。例えばアルファアミノ酸を、強塩基下に置くと、 カルボニル炭素の αi のプロトンが引き抜かれた強薬塩基、さらにアミノ酸のもう一方のエナンチオマーとの間に酸塩基反応による平行が起こる。ラセミカが進行している間の過渡的状態を指して部分ラセミカと呼ぶことがある。その平行反応の順、逆反応速度については、エナンチオマーは光学活性以外の物理的性質は等しいために、 最終的な平行状態においては、異性体比は1、1の統量混合物となる。その結果、α ア,アミノ酸の共増体化成率は最終的にゼロ、すなわちラセミ体となる。反応によるラセミ化以外にも、アトロプ異性体やヘリセンなどのような立体障害によるキラル化合物は加熱することで分子運動が活発になりラセミ化することがある。原理では、 光学化姿体が失活することを、ラセミ化、そしてその結果を、ラセミ体と呼んでいたが、派生的に結果として、ラセミ混合物を与えるプロセスを、ラセミ化と言い表す場合もある。すなわち、不正点が存在しない、明らかな出発物質から、キラル中心を持つ、成績体が得られる反応においては、周りから立体選択的な反応条件を設定しない、限りは、 ラせみたいが生成する。言い換えると、明らかな化合物を原料とした、明らかな条件で行った反応では、二通りのエナンチオマーが生成する可能性があっても得られるのは、ラせみたいである。もしも生成物が共造体過剰である場合は、外部から何らかの不正源が関与していることになる。それは、多くの場合は不正触媒だが、塩変更を不正源とする反応もいくつか知られる。 生体反応においては、酵素タンパク質の立体構造が不制限となり立体選択的な反応が進行している。オット・ー・ウォーリック・リビックス・アン・ケム1895-28690から143キャロリン・プラット・ブロック・ダブリュー・ベルント・シュバイツァー・ジャック・リーダ・ニットド・ジェアム・ケム・ソーク1991-113 9811から9820。ありがとうございます。